稲荷町停留場は、広島県広島市南区、稲荷町及び的場町一丁目にある、広島電鉄本線の路面電車停留場である。駅番号は、M4。2025年頃に、本線は、東停留場から、駅前大橋を通って、広島駅に、直線的に結ぶルートに変更される予定である。また、その際に東停留場で、 七三河方面への系統が分岐することになる予定である。稲荷町停留場は1912年、本線が広島駅前から神谷町までの区間が開通したのと同日に開設された。ただし停留場の位置は今より100メートルほど正方、京橋側を渡る軌道専用橋の東詰めに置かれていて、現在稲荷町停留場が置かれている場所には、 金谷町停留場という別の停留場が置かれていた。この金谷町停留場は、戦時中の1942年に廃止されている。1945年8月6日、広島電鉄の市内線は、原爆投下で被害を受けたものの、東停留場を含む本線の広島駅前から山口町までの区間は、同年10月に復旧を果たした。その後も、都市整備は進み、 1950年には、軌道専用橋に代わって、道路と軌道の併用橋である、稲荷大橋が完成、大橋上に軌道が移された。この頃に、稲荷町停留場は、現在の位置、つまり、金谷町停留場が、かつて存在した場所へと移設されている。本線は、ほぼすべての区間で、道路上に軌道が敷かれた、併用軌道であり、東停留場も、道路上に、 ホームが置かれている。ホームは、低床式で上下に面があり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。また上下ホーム同士は、稲荷町交差点を挟んでハ向かいに100メートルほど離れていて、交差点の東に、広電西広島駅方面の下りホームが、西に広島駅方面の上りホームがある。本線は、 広島電鉄が運行するすべての系統が乗り入れているが、このうちあたり停留場には1号線、2号線、6号線、それに0号線が乗り入れる。停留場が置かれている稲荷町交差点の北西には稲尾神社が鎮座している。隣の銀山町停留場との間には京橋川が流れ、本線は稲荷大橋にて渡化する。ありがとうございます。